映画監督になる。小さい頃からの夢でした。映画監督になる15の方法。映画監督という仕事、ディレクターズクローズアップ。いかにして100万円でインディーズ映画を作るか。映画監督という仕事、フェデリコ・フェリーニ。映画監督になる06から07。もう小さい時から映画が大好きでした。で、まあ、結局、大学も普通の大学に行き、仕事も普通の仕事に就き、それでも映画が諦められなかったんですね。社会人に出てから映画学校に初めて入り、やっぱり映画監督になりたいと思い、大好きな映画監督の下で働こうかと思った時もありまして、日本を代表する素晴らしい映画監督です。塚本晋也監督の下に弟子入りをお願いしたこともありました。君は今までのことは違うとまで言っていただいたんですが、一身上の都合で、塚本監督の下で働くことはできませんでした。いろいろ悩んでた時期があって、最終的に方向を示してくれた人が、この人です。古澤武。何か。あ、知らない。代表作は沢尻エリカの落とし物ですね。いや、先生なんであんま変なことは言えないですけど。古澤先生にも言われたし、自分の映画、自主映画の仲間にもみんな今言ってることです。映画監督になりたかったら映画監督になればいいじゃないかと。今はですね、技術の進歩と伴って2、3人友達がいれば映画が作れます。どんな映画を作るかはあなた次第ですけれども、とにかくすごい敷居が低くなってはいるので、映画監督になりたいと思って本気で考えてらっしゃる方がいたとしたら、映画を作ってください。もちろんお金も100万ぐらいあればなんとかなる。100万あればなんとかなる。ただでももちろんいける。各有映画言ってますけど、じゃあ、お前映画作ってんのかと。すいません。完全に編集止まってます。ちょっと待ってて。ほんと忙しいんです、今。いろいろね、ちょっと今やりたいことがね、方々に手を広げすぎちゃって、収集がつかなくなっちゃったかな。撮影した素材はバッチリあるんですよ。編集してる暇がねえんだよ、本当に。まあ、自主映画の9割が完成しないと言いながら、もう、素材は揃ってますから、もう今年の PFF は多分11月締め切りでしょうから、それまでには完成させますよ。さあ